ゆたくん、今日は何をやるんですか？今日はですね、はい、以前からこういくつか取り上げている、まあ、エフラン大について今日もまたちょっとやらせていただくんですが、全国一つ裏エフラン大偏差値をつけられない大学っていうのは本当にこうたくさん実はあります、はい、有名な東京大学、京都大学っていう、まあ、そこら辺の界隈はね、皆さんよくご存知かと思うんですけれども、エフラン大学の名前に関しては皆さんほとんど多分よくご存知ないだろうと思うんです。で、今回ですね、何をやろうとしてるかというと、タイトルいきますね、こちらです、はい、ちょっと待って、どういうこと？今回のテーマは超名門っぽい名前のエフラン大学ベスト8をやらせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、もちろんね、8校ちょっと挙げさせていただくんですけど、その8校は全てボーダーフリー、エフランに類する大学となっているんですが、ただ大学の名前だけを見た時に何の先入観もなしに見てみると、あれ、ここ超名門っぽくないと思ってしまいたくなるような名前のエフラン大学をベスト8のランキング付けしてみたんで、ちょっとすいません、だからあの1位に行けば行くほど名門っぽいってことよね。そう、そういう、つまりそういうことです。これも名門じゃんみたいな。これ大丈夫、これ、この企画大丈夫、これマジで。じゃあ早速ランキング見ていきましょう、はい、じゃあ第8位から発表していきます。記念すべき第8位はこちらです。神戸女学院大学。ちょっとさ、この企画大丈夫、これ、神戸女学院通ってる人いるからね、実際それ、これ名前だけ見てみたときに、神戸ってすごいおしゃれで、しかもちょっと異国情緒が漂ってる雰囲気、そのネームバリューがありますよね、うん、そこに神戸女子大学でもなくて女学院大学、学院ってなると気品が漂うわけなんですよね。上がる、確かに神戸女子大学だとね、なんか、あ、神戸女子大学って言って、神戸女学院だもん。そう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 、しかも女子なんで、このだから女子に限ってるってところでまたなんか格が上がって、なるほど、神戸女学院大学っていうのは何かちょっといいとこの女性たちが通う大学なのかなと思わせてくれるようなイメージが湧くというところで8位にランク付けさせていただきました。で、ネームバリュー、まあこれはもう関西学院大学ぐらいと春ぐらいなんじゃないかなっていうイメージですね。で、名前の偏差値作りました。大体60ぐらいかな。ちょっと待って、これさ、これ何言ったか自分でつけてんの。これ完全に僕の独断と偏見で名前の偏差値をつけさせていただきました。はい、でもさ、これ8位なの？あと7個あるの？これ8位なんです。そうなんです。これすごいよ、これ。記念すべき第7位、こちらになります。はい、南九州大学。おー。九州全域で国公立、その中でトップって言ったらやっぱり九州大学にかなうところはないわけですけれども、そこにこう、南をつけてしまった南九州大学。これ、ちなみにどこにあるの？鹿児島とかにあるの？名前以外の情報一切調べてないです。すいません。そこは。ただでも九州にはあるんでしょうね。はい。九州大学の2番煎じの国公立大学っぽい名前っていうことで、ネームバリュー的には、まあ、新九州大学ぐらい、まあ、国公立の中でもちょっとやっぱり落ちるけど、でもやっぱり学力高さあるよっていう、まあ、信州大学ぐらいかなっていうところで、名前の偏差値は62とさせていただきました。じゃあ第6位に行きましょう。こちら、あー、これはね、京都ノートルダム。これはもう京都にいたか分かる。これはそう、すごかった。ダム城でしょ、ダム城。ダム城って言うんですね。京都ノートルダム女子大学ということで、で、実はそのノートルダムっていうのは何かっていうと、聖書に出てくる聖母マリアのことを指してるみたいなんですね。すごいすごい。京都っていうワード自体がもう由緒正しい雰囲気を醸し出すワードでもありますし、まあそこにキリスト教の聖母マリアくっつけちゃったら、それはもう、そうだね、日本の最強とヨーロッパの最強をくっつけちゃうんだよね。そうそう、もうこれはもう由緒正しい女子大学なんだなと思ってしまうわけなんです。ということで、ネームバリュー的には関東にあるね、まあ、立教大学、まあキリスト教系ですけれども、立教大学のような雰囲気を醸し出してるかなというところで、名前の偏差値は65とさせていただきました。上がった上がった、結構高いぞ。ちょっと上がってきました。じゃあ続けていきましょう。はい、第5位はこちらになります。
京都花鳥大学京大出身のサムさんご存知ですか？名前はね、聞いたことある。あ、ありますか。京都花鳥大学、やっぱ聞いたことある。まあまあ、エフランク大学になるんですが、ね、今まで見てきた大学とは違って、このワードだけ見てみると、もうなんか中華圏にありそうな大学、交換留学先として指定されても疑問には思わなそうな大学名ということで、そう、だから日本にある大学というよりは、まあ、中華圏にある大学のかなりこう良いところのようなイメージを出しているというところで、花鳥大学って言われたら、そうだよね、だって中華の華の、しかも頂点だもんね。そうそうそう、そういうことですよ。まあ、というふうにも言うことができるし、京都の頂にある花の大学と。でこれに関してちょっと調べたんですけど、あの地王院っていう ありますよね、はいはい、あそこに登っていく途中になんかキャンパスがあるみたいで、あ、まあ、実際なんか100年ぐらいその歴史があるみたいなんで、リアルに由緒正しいっぽいんですけど、エフランクです。ダム城とかもそうだよ、ダム城もそうだし、花鳥大学も多分すごいと思う、実際。そうなんですね。で、まあ、ネームバリュー的には関東にある、まあ、上智大学と春ぐらいなんじゃないかなというところで、名前の偏差値67とさせていただきました。え、結構もうあと70が見えてきてる。やばい、はい、じゃあ第4位、いよいよ佳境に入ってまいりました。第4位発表させていただきます。こちらになります。大阪音楽大学。大阪も音楽も、いや、何の変哲もないこうワードではあるんですが、なんかベーシックを貫いたワードだからこそ、この大学名に非常に重みがあるように感じられてしまうわけなんですね。確かに。そう。で、まあ、大阪っていう大きな都市、音楽っていう大きな一つのこうカテゴリー、これがくっついたってだけで、非常にこう大きな力を持ってそうな、確かに、まあ、大学名と、なんかすごそう。見えてしまうわけなんですね。まあ、ネームバリューで言えば、もう東京芸術大学と、東の東京芸大、西の大阪音大。まあ、その日本体育大学みたいなもんだよね。そうですね、はいはいはい。これさ、エフランスってもまあ音楽大学だから、まあ偏差値っていうよりかは音楽のあれでしょ。まあそうなんですよね。ここはちょっとあのランキング入れてしまったんですが、僕のミスではあるんですけど、まあでも由緒正しそうな音楽大学で、ちなみに日本版の音楽大学のランキングがあるんですけど、そのベスト8の中には大阪音大は入ってませんでした。ごめんなさい、ちょっとあのただ名前の偏差値は、まあ、これもまた5位と同じく67と、あの同じなんですけど、まあ、僅差でちょっと大阪音大の方がちょっと重みがあるかなっていうので読み上げさせていただきました、ね、はい、ということで、じゃあいよいよ、じゃあ第3位からトップ3の発表です。第3位、八戸工業大学。でも俺これ聞いたことある、なんか八戸工業大学って聞いたことあるぞ、なんか。で、第3位からですね、まあ僕が勝手に異名もつけさせていただきました。青森の秘密基地八戸工業大学と呼ばれています。怒らないからマジで。八戸工大なんているでしょ、絶対。そので、名前の偏差値は69と。で、ネームバリューなんですけど、まあこれはちょっとアニメなんですけど、まあ山王工業高校っていうのがスラムダンクで非常にバスケットが強い高校として山王工業高校、まあサムさんもよくご存知だと思うんですけど、ありましたと。まあ、そこもやっぱりこう東北のめちゃめちゃ強い、そうですね、バスケの高校だったんですが、まあそこのイメージが強すぎて、あの東北にある工業系の学校はすげえものを持ってるという印象があってですね、まあ第3位に八戸工業大学で、ラストトップ2の発表です。はい、第2位、松山市野の上女子大学。え、ちょっと待って、これ2位なんだ。これ2位なんだ。これは1位だよ、もうレベルとしては。異名がですね、異名が、ま、大和なでしこの源流と。大和なでしこの源流とさせていただきました。初めて名前偏差値71超えております。まあ、ネームバリュー的にはですね、まあ、お茶の水女子大学、奈良女子大学に並ぶ松山東雲
女子大学と。というか、まあ、大和なでしこの源流なんで、まあ、ここからもう全ての女子大学が発生したと言っても過言ではない、まあ、ネームバリューを持ってるぐらいの。東雲だもんね。松山っていうのがまずなんかこう、ちょっと、なんていうか。そう、奥ゆかしい感じというか、奥深くで育てられたみたいな。そうだよね、感じ。で、それにさらに東雲が加わるからね。そう。いやー、ちょっとこれは、これ2位なんだ。やっぱ女子大学、すごいね。そうですね、女子大はやっぱ結構強かったですね、僕の中でね。ということで、じゃあ、記念すべき第1位の発表になります。1位はこちらになります。エリザベト音楽大学。ごめんなさい、これもまたちょっと音楽大学になっちゃいましたけど。これは1位だわ。確かに、これはぶっちぎってると思う、マジで。これの異名をつけさせていただきました。王族直属のバイオリニスト、エリザベト音楽大学。名前偏差値80を記録して、マークしております。これは確かに。で、ネームバリュー的にはですね、まあ、イギリス王立音楽大学と。実はこのイギリス王立国音楽大学っていうのは、世界的に見ても、名門中の名門と言われる音楽大学と。そこと晴れるレベルのエリザベト音楽大学第1位、名前偏差値80、王族直属のバイオリニストという結果となっております。はい、以上になりますが、サムさん、まあ、超名門っぽい名前のエフラン大学ベスト8を見ていただきましたが、あ、いかがでしたでしょうか。いや、なんかもうこれコメントしづらということで、まあ、皆さんあまりこうエフラン大学ご存じないかと思うんですが、まあ、こんなに魅力的な名前のところいっぱいありますよというところをちょっと今回は紹介させていただきました。はい、ということで今日は以上です。はい、お疲れ様でした。